川2回飛ばれてますし、2回飛ばれてるし、その当時のエースがもうなんか結構毎日なんか下ろすみたいな、もうなんか絶好調みたいな子で、なんかあってもすぐ次の日には絶対持ってくるしみたいな子がいて、その締めぐらいになんかもうちょっとでなんかナンバー入りそうみたいな時になんかアルマンドを下ろしていいって言われて、でもいつもすぐ持ってくるし絶対な安心感みたいなのあって、行ったら飛ばれてみたいなのが全然あります。今はときめく細そうですけど、結構すごかったですよね、中野君。よく読めんかったよね。まあ、本当によく読めんかったな、今。今回のエルコレゴールドチャンネルは、ゴールド名古屋、山本蓮です。ゴールド名古屋支配人の鏡美奈です。ゴールド名古屋支配人の春馬です。ゴールド名古屋青空です。ゴールド名古屋ゆうまです。ゴールド名古屋のホストたちが居酒屋に集い、お酒を片手に本音で語り合う。先輩たちの売り上げや本数の上げ方、ここでしか話せない売れるまでの苦労話、後輩たちが思う真似したいと思う今注目すべきキャストは、何歳までホストを続けたい、ホスト以外の道はなど、すべてを NG なしでお届けします。おいしいお酒とおつまみで今夜も飲み明かしましょう。ゴールド名古屋の本音ではしご酒スタートです。売り上げはちょっとね、もともとそっち食べることないですけど本数、これ結構やっぱ業界的にバズってきてますからね。すごいね。間違いない。本数頑張ろうと思ってもやっぱむずくないですか。やっぱり1ヶ月ずっと継続なんですか。なんか本数ってもともと多分人気の指標だったと思うんですよね。うーん、まあなんか数字になんかまあ出てですね。マックス何たか頑張ったことある9死ぬやん死にましたよ。でもノンフロアって9人でしょ。あ、でも同時にいたのは 6人。ほんとちょろっとしか行けないけど、顔は私のちょろっとしてやら優しい方もいます。ありがとうございます。死ぬ本数の上げ方ってまだまだわかんないから、営業はしてるの？営業はします。営業はそうですね、なんかお茶引かないぐらいは絶対にして、3択以上かぶると、僕の場合ですけど、なんか、店員1人怒って帰って、今、僕はかぶってて、全然つかないのが、みんななんか、当たり前になってるっていうか、いいのか悪いのかわからないですけど、まあ、春野くんいつも忙しいよねの人たちが残ってくれてるっていうので、今月指名いただいたとか飲み直しでには飲み直し してから帰るまでの2時間の間に10分とかしてるじゃなくて、迷ってた人にすればよかった別にできてるとは思ってないから飲み直しもらう時に限って忙しいよね。そうなんだこれなるぜか。忙しそうにしてるから人気者なんだなみたいなのがあるじゃないですか。あ、そういうことだから選んでくれるってこと。ああ、そういうこと。忙しそうにすればいいですね。そうだね。風呂は走り回るのに新人的に忙しいからしてたんだよ。あ、そうなんですね。大事なんだ。忙しいフリも忙しいフリする。俺今でもたまにやるやん。風呂は行ってこっていないのに。一番すごいじゃないですか、苦労で言ったら。でもね、今をときめく細そうですけど、結構すごかったですよ、中野君。よく読めんかったよね。まあ、本当によく読めんかったな、今の人形は。川2回飛ばれてますし。そう。だから、春馬のイベントの3回目で成功したよね。そうですね。それ一言目。一言目、俺、今だけ忘れるもん。皆さん、パワーがあります。2回飛ばれてるし、その当時のエースがもうなんか結構
毎日なんかおろすみたいな、もうなんか絶好調みたいな子で、なんかあってもすぐ次の日には絶対持ってくるしみたいな子がいて、その締め日ぐらいになんかもうちょっとでなんかナンバー入りそうみたいな時に、なんかアルマンドをおろしていいって言われて、でもいつもすぐ持ってくるし絶対な安心感みたいなのあって、いったら飛ばれてみたいな感じがあります。年間1位取った時が一番いろいろ苦労したかなって思ってます。21年年間1位としてすごいよ、ね、すごいよ、めっちゃすごいよ。アフターウェイド走りもしてたって言ったんで、アフター3点走りみたいな感じだったんで、今できる、今できる、今もう無理、おじさんやからなんか変な意味ですぐに僕は売れなかったんで、逆にそんなに大変なことなかったんですけど、その代わりやっぱりね、働いてる会社が結構好きだったんで、好きだったんで、まあずっとね、こうやって、まあずっといたらいつかも売れるんだぞというか、まあいつかはまあ、なんかある程度成績は出せるぞっていうのの、なんかこう、新人のなんか、なんかね、僕が希望な気がしますけどね。じゃあすごいから、我らはやっぱり。まあ、そうですよ。泣いたのが、レンさんのタワーグに初めてだったんですけど、話したこともないような女の子だったんですけど、なんか、少しその時、ゲストマイクってあるじゃないですか。で、一言目、一発目に、な、やめなくてよかったやろ。で、なんか全然知らないのに、ポーンって出てくる。目薬じゃないですか。目薬じゃない。じゃあパフォーマンス見てるからこそですよね。まあそんな感じですかね、やっぱり、ね、はい、まあ、やめないの大事だなって思って、確かに本当に。ゴールド名古屋から緊急告知。歴代史上初、東海エリア最高額ゴールド名古屋入店者に日当25,000円を支給。詳細は概要欄をチェック。全員正解です。まあまあそれはね、大事で目指してるとかって話ですよね。なんかタイプがあるかね、誰も。そうですね、本当に。なんかこういう風になりたいみたいな。多分皆さん。おえ、そうね。嬉しい。また行く、また行く。お世話になってる。忖度じゃないやろ。大ドロ気になる。うん、まあ、ほら自分でも本当に、まあ、ヒカルさんですね。ああ、言うだろうな。予想されてた。まあ、予想されてた。近しいしね。もう、まあ、もう、そうなん、え、近しくないですか。もうなんかその今のこのスタイル、スタイルこういう感じでしょ。今のモザイクになってお世話になってるのもちろんあるんですけど、まあ、もちろん顔面、圧倒的な顔面と、ね、最近で言ったらもう筋肉ですね。じゃあ太ったらあかんで、ね、外見しかなかった。あれはなんかもうかっこいいですね、本当になんか男が、うん、なんか男が憧れるじゃないですけど、男女ともにかっこいい。いや間違いないです、本当に。今年で28になるんですけど、おやっぱ言われる頻度多くなりましたね。嘘ついてるとかじゃなくて、わかんないから、何歳までホステルに入ってきてないから、納得いくまでっていうのが、ね、まあまあまあ、確かにね、そりゃそうだな。何歳はっていうまま、あんまわからんすか。でも俺、ここまでは意外と新人的に立った目標通りだったよ。すごい。1年でこう、2年でこう。けど、こっからはわかんない。あー、そういうことね。アメの時ってどういう感覚なのかわからんし、そう、ラストイベントするのかもわからんし、その時に初めてやっぱそのスマスさんとか会長とかで相談する。まあそうだよね、30ぐらいちゃうっていうのはあるんですけど、結構ロングスパンですね。あ、そうですね。でも、こうなったらやめたりはある。どうなったら、僕、月間1位をずっと取り続けて年間1位を完全制覇した時にやめたいです。ああ、そういうことね。V12 の V12 の V12 年間一完全制覇でやめたいです。まあ、だ、納得ということですね。そうですね。自分の納得がもう、確かに、ね、それはもう30代、40代でもやる。いやー、40代はちょっと分かんないですけど。ホスト寿命が結構上がってますから、ね、上がってますからね。一番かっこいい状態でやめたいです、ね。ああ、そういうこと、ね。自分はでも、入った当初はそんなに長くやらないつもりだったんですけど、いざやっぱこうやって入ってみると、まあ、毎日お酒も飲めてめちゃめちゃ楽しいんで、長くやれたら楽しいなと思いますけど、
入ってみないと分かんない。そうですね、確かに。そんな楽しい仕事はないんじゃないですか。確かに。ミラとはやっぱ、水の葉ホストで、医学療法士打ち出しましたね。それも寂しいっすか。ズボン使ってる？今、ズボン使ってないから、今、静止。まあ、夜関係なのかもしれないし、お世話になったその昼職の先輩もいるから、その時になってみないと、これもやっぱ分かんないから。昼職系の人間はだって、あ、全員だ。あ、そうか。全員だ。戻りたいと思う。全くです。55歳ぐらいの主任とこの距離で喧嘩してるんで、この部署がひどくて、なんか月に1人うつ病出るみたいな。ポストやってなかったらその仕事をみんな続けてました。続けちゃってるかもしれない。今のエロマッサージ。エロマッサージしてるのにエロマッサージじゃないもん。次回も引き続き、本音ではしご酒。売れっ子たちが結婚願望について語る。そして今まで会った中で一番の衝撃的なお客様を暴露。次回もお楽しみに。